こんにちは、翔太です。今日もグラクロやっていきます。今日はアップデーがあったんで、スペシャルステップアップガチャやっていこうかなと思います。このエクスカリバーアーサーをゲットしたいと思います。ダイヤがいっぱいあるんで、ステップ10までね、確定アーサー確定まで引いていこうかなと思います。早速ステップ1行っていきたいと思います。まあ、いきなりね、なんかいろいろ出てきてくれたらいいね。さあ1回目のステップアップガチャやられていく。ダメそう、これはダメそうだな。さあ、まあだよね、レインボーはコースという感じでやられて終了です。1回目はダメでした。はい、まあめげずにっていうか、もうステップ10まで引くのは確定なんで、もうガンガン引いていきたいと思います。おっ、SSR 確定ですね。フルカウンターですね。フルカウンターいいですね。さあ SSR1 枚2枚3枚と来てほしいけど、1枚だな多分。これはフルカウンター、いいね。この演出がずっと続けば最高です。さあ、ヒューゴじゃない、何来ますか。ゴルギウス、この次かな。オッケー、レインボー。ああ、マトローナね。なるほど、マトローナ来ましたと。なんか最近使ってないからな。まあ SSR 来ました。で3回目行きたいと思います。3回目も連続で熱いね。熱いんじゃない、熱そうですね。さあ SSR 来るかな。どう、今度こそ蹴りをつける。ここはゴールだけど、引き分けていく。ただ昇格 SSR 来たね。さあ何来ますか。いやー、アーサー来てほしいな。お、レインボー来た。おお、バレンティエ。このバレンティエは僕持ってないんでね、嬉しいですね。ニューキャラゲッツしていく。4回目引いていきます。さあ来るかい、どうだい。今度こそ蹴りをつける。微妙ですね。これはダメですね。という感じで4回目はコースト。さすがにね、3連チャンはないか。ステップ5は SSR 確定ですね。何来るんだろう。 SSR 何来ますか。微妙だね。今度こそ蹴りをつける。アーサーかもね。え、アーサーだよ。ニューキャラアーサーが来てほしい。わ
あー神だね。まあまあまあ神だね。はいはい、なるほど、カミラね。まあまあまあいいでしょう。まあとりあえず必殺レベル上げとっかね。うちのレオくんもねそう思ってるみたいです。でステップ6いきますと、ステップ6微妙、やられる、やられている、やられていく。今度こそケリをつける。エスタントスルブレイズ。さあ、ああ やられちゃった。ダメですね。渋いね。ステップ7いきます。ちょっと今回のステップアップガチャも渋そうですね。スペースアールなかなか出てこないね。ね、今度こそ蹴りをつける。レオ君もそう思うっしょ。ね、なかなか出てこないって言ってますね、うちのワンちゃん。最近暑くなってきたんでね、うちのワンちゃんもねバテ気味ですね。さあ全然来ないな。あんだよ SSR さ、もうステップ1からステップ10まで全部出なさいよ。全然出てこないじゃん。ガチャ運がねちょっとつきたかな、ダイヤ溜めすぎて。ね、レオ。いやー渋っ。ステップ9、気づけばステップ9ですね。次でマイレージもゲットしていく。マイレージ報酬ゲットしてステップ9いきます。まあさすがにステップ9で SSR 出して、10でも出してアーサーアーサーアーサー的な、で必殺レベル上げたいね。こうなさそうじゃね。こねえな、おい。全然こねえぞ、おい。せっかくダイヤ貯めたのに、あまりステップス、SSR か。SSR 来ないね。いやー、マジか。もうステップ10行きますと。ラスト。まあ、朝確定なんで、枝。最後の最後、枝。これはね、もう闇ガチャですね。まあでも、ステップアップガチャって、なんか闇ガチャ要素強いよね。まあ SSR が確定。ね。だいたいステップ5。5か、5と10でだいたい確定だから、それ以外はなんか闇ガチャ要素が強いですね。まあという感じでですね、ステップアップ10、あステップ10か、ステップ10も SSR 来ないですね。これ昇格もなしと、という感じで、まあ今回のアーサーのステップアップガチャちょっと渋いですね。渋めです。まあただニューキャラ2体ゲットしたんで、まあなんか微妙微妙な感じ。闇ガチャだけど、まあニューキャラはゲットできたかな。
という感じですね。バレンティゲッツのエクスカリバーアーサーゲットとという感じですね。まあ、今回はガチャ引いていきました。うん、闇ですね今回は闇ガチャでした。という感じで今日はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また会いましょう。バイバイ。チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いします。バイバーイ。